うですね。手伝うわよ、プラフタ。痛いですよ。やけどするわよ。ほら、リーボルト、援護します。なぎ払う。どの材料にしましょう。さあ、調合開始です。ここにしましょう。これでここにしましょう。特性はどれにしましょう。いい調子です。調子です。いい調子です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。ここにしましょう。特性を選ぶこの世では仕上げましょう。調合終了。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。どこから取り掛かりますか。取り掛かりましょう。素晴らしい。ここにしましょう。いい調子です。予想以上の反応です。錬金術の神話、いつか必ず。予想以上の反応です。いい調子です。これで予想以上の反応です。いい調子です。これは期待できそうですね。うむ、そうきますか。予想以上の反応です。うむ、そうきますか。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。特性を選びましょうか。
ましょう。完成です。会心の出来ですね。どの材料にしましょう。理論的に考えた場合、まず さて、どこから取り掛かりますか？さあ、調合開始です。これでいい調子です。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。いい調子です。予想以上の反応です。予想以上の反応です。特性を選びましょう。このよ、最後の敵を抜けて調合終了。会心の出来。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。どの材料にしましょう。うむ、理論的に考えた場合、まずさあ、調合開始です。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。さて、どこから取り掛かりますか。調合開始です。いい調子です。これは期待できそうですね。素晴らしい。予想以上の反応です。素晴らしい。素晴らしい。これは期待できそうですね。錬金術の神話、いつか必ず。予想以上の反応です。錬金術の神話、いつか必ず。素晴らしい。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。はあ、順調ですが、勝負はここから。これは期待できそうですね。素晴らしい。順調ですが、勝負はここから。素晴らしい。いい調子です。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。これで錬金術の神王、いつか必ず。これで
特性はどれにしましょう。このような形、最後まで気を抜かずに完成です。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。さあ、調合開始です。これで特性を選び、これで最後まで気を抜かずに調合終了。どの道具にしましょうか。取り掛かりましょう。ここにしましょう。これで予想以上の反応です。特性はどれにしましょう。これでいい。では仕上げましょう。完成です。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず調合開始です。素晴らしい。ここにしましょう。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。はあ、順調ですが、勝負はここから。ここにしましょう。これは期待できそうですね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。これで特性を選び、このようでは仕上げましょう。完成です。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。どの材料にしましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず調合開始です。いい調子です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。いい調子です。これは期待できそうですね。いい調子です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。ここにしましょう。ここにしましょう。これでこれでいいです。では仕上げましょう。調合終了。にしましょうか。材料を選びましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりましょう。いい調子です。予想以上の反応です。いい調子です。いい調子です。いい調子です。これで
予想以上の反応です。興味深い。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。錬金術の神王、いつか必ず。これで、これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。予想以上の反応です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。特性はどれにしましょう。これでいいですか。では仕上げましょう。調合終了。会心の出来。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。さて、どこから取り掛かりますか。さあ、調合開始です。素晴らしい。いい調子です。ふむ、理論的に考えた場合、まず、さあ、調合開始です。素晴らしい。これは期待できそうですね。これで、さて、どこから取り掛かりますか。素晴らしい。予想以上の反応です。素晴らしい。予想以上の反応です。いい調子です。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。予想以上の反応です。ここにしましょう。ここにしましょう。予想以上の反応です。特性を選びましょうか。このようなこと。最後まで気を抜かずに調合終了。また腕が上がりました。どれを作りましょう。材料を選びましょう。さて、どこから取り掛かりますか。取り掛かりましょう。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。これで予想以上の反応です。これは期待できそうですね。これで予想以上の反応です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。これで予想以上の反応です。特性はこのよ。では仕上げましょう。調合
終了。会心の出来ですね。どれを作りましょう。素材集めに集中してくれ。周囲の警戒は私に任せろ。はい、頼りにしてます。作ったのかしら。見たこともない素材がたくさんありますね。すこぶる興味深いです。
ほんと変わった場所ね。あの子ったらどうしてこんな場所作ったのかしら。素材が手に入りました。あれは？バカな、どうして竜がこんなところに。でかいのがいるのは分かってたけど、まさか竜だったとはね。今は考えてる場合じゃないわね。まずはこいつをおとなしくさせる、それが最優先よ。こいつを外に出すわけにはいかない。絶対に倒しましょう。不用意に近づくな。これなら。私の動きが見えるか。手伝うわよ、プラフタ。ここです。やります。逃がさないわよ。踏め。私たちの勝ちです。少し強くなれた気がします。大軍が擬態していたのか。考えてみれば当然のことかもしれません。確かこの世界の魔物は人々の無限から大地を作る際に生まれた副産物という話でしたよね。ええ、
この世界を作る上で参考になった無限には当然魔物もいるわけだしね。だとすれば異質な無限から生まれた魔物が他の魔物と比べて異質なのは当然かもしれません。確かに魔物だけが他と変わらないと考えるのはおかしな話だな。ただこれでここへの入り口をこじ開けようとする強い魔物がいなくなったのは確かですね。そうね、とりあえずは一安心と言いたいところだけど、次はこの場所をどうするかよね。放置しておくわけにはいかないし。町から近いのもそうだが、子供の興味を引きそうなものがたくさんあるからな。この場所が知られたら秘密基地のように使われるのは明白だ。看板を立ててはどうでしょうか。この先危険と書いておくんです。相手は子供よ、看板なんか見向きもされないわよ。では見張りを立てるのはどうでしょうか。一日中見張りとして立っていられるような人員は残念ながらロイテールにはいない。みんな自分の夢を叶えようとここへ来ているからな。それに入り口は町の外で、魔物もうろついている。必然的に用心棒が見張りに立つことになるが、そうなれば住民の依頼を受ける者が減ってしまう。用心棒って結構依頼多いからね。力仕事なんかでも頼られてるし。どうしたものかしら。埋めるというのはどうだろう。いえ、埋めるのではなくて蓋をしましょう。もちろんただの蓋ではありません。錬金術で作った特別な蓋で穴を塞ぐんです。そんなことができるのか。正直に言えば絶対とは言えません。そんなにすごいものを作ったことありませんので。ですが子供の無限が元になっている場所を埋めてしまうのは気が引けますからね。確かに危険だからって埋めちゃうのはそれこそ夢がないものね。はい、なので一度アトリエに戻って考えをまとめようかと思います。わかった、ならば急いで戻るとしよう。